いえ。まだ明日やるよ、ね、パパ。いつもと違ってなんかスポーティーな格好してるね。そう、今日は家族全員でチャレンジをしたいと思います。知ってる人、ノーノーステってインドの言葉ですね。こんにちはとか、あ、最初の挨拶ナマステって言うんだよね。多分そのナーナーステって多分ナマステのことだと思うんだけど、たーちゃんとせーちゃんそれどこで習ったの？どこで？学校でやったりすることあんの？は昔からインドにある精神と体を鍛えるための体操だそうです。家族で今回チャレンジしてみるんだけど、パパとママもやったことないし、カホとセイもやったことないんだけど、チャレンジっていうのは写真を見てその写真と同じ型を撮るっていうチャレンジです。で、今回はカップルヨガとかアクロヨガからママが何枚かお題となる写真を撮ってきました。カホセイがペア、ママパパがペアで型をどんどんやっていくんだけど、対決にしてどっちの方が上手な型だったかコメント欄にコメントくれるとということで、早速やっていきたいと思いまーす。まず最初の方はこちらです。これなんか変だな。足を合わせて手を合わせてるね。なるほど、これ同じサイズ。まあでもちょっとただ一つ問題があって、今パパとママ喧嘩してんだよね。結構だからこれをパパとやりたい、ママがやりたいかどうかっていう問題があるよね。喧嘩してないよ。はい、じゃあママとパパから1個目のポーズいきますよ。こんにちは、ママです。せーの。こうだね。で、バランス関係は上手なのか。パパもうちょっと足を伸ばすの。もう無理だ。だから、はい、たらーできたー。変なのは足。なんで？ほんとはこうか。そう。はい、決めます。はい、できるかな。はい、じゃあカホとセイで2番目のポーズやってもらいます。いくよ。あ、うん、逆に上から上から上から、せーの。おー、できた。オッケー。どうぞ。オッケー。ちなみにママとパパめちゃくちゃ体が硬いんで。第三のポーズはこれですよ。どう、できそう？これ。できる。だからできそうな。何これ。せー、何かお尻がプリッと出てるよ。せー、あー、倒れたせー。倒れたせーが、カホのお尻が押してんだよ、せーのことを。もう少し離れた方がいいかも、二人。せーの、で手と手をつなぐ。せー、頑張れ。おーい、痛い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 。ママが近すぎるの、お尻。
来た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 来おお倒れる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 せーのちょっとできたこうちゃんとおできてるできてるこう顔やめてこうこうお尻も回らせてなってくるよ。あ、これやったことある。これちょっと難しいでしょ。これやったことある。誰と？あの、コンピューターキャンプでやったことある。じゃあちょっと見せて、2人でやるところ。全然簡単。全然簡単なの？それで、これで、1個の足をこう、で、もう1個の足をあっ、せー、頑張って顔の手をつなぐんだ。いけいけあ、いける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 ちょっとママとパパからやってみようか。カホとセイからいく？カホちゃんとセイから。セイちゃんお尻がカホにセイのお尻がおならすんだよ。痛い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 。すごい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 。ママがなんかいけそうな気がする。もうあと乗せちゃっていいよ。シェイ。シェイ。重いね。重い重い。はい、次のポーズ。これ難しいよ。何これ。この人がこうなって。これどうなってる。電線前に。おお。ママ。いえ。ママがしたやるよね、パパ。よいしょ。なんでお尻触ってんの？ママ。これ誰？とりあえずちょっとパパとママでやってみるよ。いくよ。はい。ちょっと。ちゃんと委ねて。ちゃんと。終わりだ。よっしゃー。よっしゃ。いくよ。いや、こう。いくよ。まず片方から。両手いっぺんに止まるんでしょ。おー！ いやー！
親子対決ということで、カホ生対ママパパでやったので、コメント欄にどっちが上手だったかコメントくれると、あとチャンネル登録よろしくお願いします。最近アップの時間が決まっていないので、通知ボタンも押してくれると嬉しいです。着替え終わりましたか二人とも？二人とも可愛いよ。ずっとくるくるしてほしいって言ってたじゃん。どうですか？わかんない。見てるよ。プレゼント開けよっか。本当だ。あ、